サッカーファンの皆さん、こんにちは。実況の西岡明彦です。エスタディオでメンディソロサから今日も激戦の模様をお送りします。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがレアルマドリードの先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。今日の試合の舞台はアラベスのホームスタジアム、エスタディオでメンディソロサです。スタジアムの周りにはスポーツ施設が集中しており、市営プールや陸上競技場、体育館も併設されています。アラベス以外にリトリアもホームとして使用していますね。このパスは簡単にカットされました。素晴らしいスルーパス。これはスルーパスか。レフェリーはコーナーキックの判定。相手の実力を考えるとこういうチャンスはなかなか巡ってきません。サポーターも必死に応援していますから、このコーナーはものにしたいですね。これはあるか。大きなチャンスとはなりませんでした。福西さん、ベンゼマはどこを注目すればいいでしょうか。この選手は3試合で4ゴールを決めています。今日も目が離せませんよ。これは見事なインターセプト。スペースへのボール、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ここを起点にできるか。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ベイルへ、ベンゼマへ、タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。アセンシオ、ここでベンゼマ。レアルマドリー PK を獲得しました。 PK の判定、リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。これにはレアルマドリードの監督も納得がいっていない様子です。落ち着いてペナルティーキックを決めました。PK をきっちりと決めました。大事な1点ですよ。こちらのカメラからの映像です。戦前の予想通りにレアルマドリーが格の違いを見せつけるという結果になっています。危険な位置です。緊張感が増してきます。じっくりと出しどころを探します。この動きがモドリッチのプレーです。ゴールキーパーがうまく前に出ました。トマス・ピナ、アコスタ、うまいパス。決定的に見えた場面はオフサイド。カルバハル、モドリッチ、ルカ・モドリッチ、ベイル、ファーポストにクロスを入れた。クロスは通りません。チャンスを潰しました。
クロースが読んでいました。ベイルへ、タックルでボールがこぼれました。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。ここでイエローカード。レアルマドリードはカードに注意しないといけませんね。はい、そうですね。チームがだんだんと追い込まれていきます。クロースのパスがカットされました。これは見事なパスカットです。ラグアルディア、トマス・ピナ、ボールがこぼれました。体を当てて取る、奪った。走り込む味方にモドリッチのスルーパス。ベンゼマ、マークを振り切ります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ディフェンスの見事なブロック。切り込む、マルコ・アセンシオ。リーグ最高の攻撃陣がまたしてもゴールを生み出します。止めることはできないのでしょうか。かなり警戒されてはいるんですが、その上を行くパフォーマンスを見せてくれますね。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。ディエゴ・ロラン、見事なシェアです。ラストパスを狙いましたが、ディフェンスがこれに対応します。さあ、カウンターで一気に行きたい。走り込む味方にモドリッチのスルーパス。カン、ベンゼマがいい位置にいる。ここはベンゼマが最高のゴールを奪いました。力を見せましたね。レアル・マドリードが止まりません。さらに点差を広げています。このチームが攻撃の手を緩めるとは思えませんね。さらに点を取りに行くと思います。かなり一方的な試合展開です。ディエゴ・ロラン、ディエゴ・ロラン、キーパーがボールをキャッチしました。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。これを拾うのはベンゼマ。ベイル、モドリッチがいい位置にいる。このシュートは枠に行きません。タイミングは完璧だったと思いますが、少し狙いがずれました。ヨン・グイデッティ、ボールを失いました。クロースが読んでいました。ここでヒール、ガレス・ベイル。さあ、レアル・マドリーが徐々に押し込んできました。ベイルからのいいクロス。前半後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。ベンゼマへ、決まるか。ポストに当たって決まった。このゴールはポストに当たって入りましたか。跳ね返るかなと思ったんですが、ついていますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。諦めずに得点を狙ってほしいですね。マルセロが読んでいました。トマス・ピナ、ここはよくスペースが見えていました。
キャッチできません。ボールがこぼれた。このボールはキーパーがキャッチ。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。キーパーが素早い反応を見せました。ファインセーブでしたね。素晴らしいスルーパス。ヨン・グイデッティ、どんなセットプレーを見せてくれるのでしょうか。ボールを入れました。ここはクリアされました。ボールを入れた。チャンスにはなりませんでした。ベンゼマ、カルバハリ、ルカ・モドリッチ。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では無理もないですかね。クロース決まるか。ゴール、ゲット。家庭もさることながら最後のゴールの瞬間もまた素晴らしいシュートでした。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。別のアングルからご覧ください。大量リードの試合となっています。ディエゴ・ロラン、トマス・ピナ、ヨン・グイデッティ、最高のボールが出た。ゴール。これで点差が縮まりました。まだまだ苦しい展開ですが、選手も頑張っています。同点もありえますよ。キーパー、これは防げませんでした。得点も許しています。再三好セーブを見せていましたが、ディフェンダーはシュートを打たせすぎですね。ディエゴ・ロラン、トマス・ピナ、ベイル、ディエゴ・ロラン、ちょっと長すぎたか。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。トマス・ピナ、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。アセンシオ、中央にクロスが上がった。気は抜けない展開です。ベイル、ここでテンポを上げるか。クロス、さあどうだ。決まった、決まった。ゴールです。これはキーパーも止められない。今日はもう完全に乗っています。違うアングルから見てみましょう。この試合に関しては力の差が出てしまっています。サポーターは勝利を確信しているかもしれません。期待に応える展開です。チーム力にも余裕がありますからね。それがスコアにも表れています。モドリッチ、クロース、いいスペースにボールを出しました。いいクロスだ。シュートはバーの遥か上。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手にもう少し人数をかけて囲んだ方がいいでしょう。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。高いパスが味方に通りません。
よく見ていましたが、スルーパスが強すぎました。クロースがスルーパスを狙いました。残念ながらスペースへのボール、中央にクロス、素晴らしいヘディングです。ヘディングでのゴールです。うん、いいヘディングでしたね。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。大量リードの試合となっています。ディエゴ・ロラン、スローインでのリスタートとなります。守備が軽かったですね。この選手がモドリッチです。ボールにはクロース、カウンターのチャンスです。素晴らしい視野です。カウンターのチャンスを決めたい。もしイエローが出れば2枚目になりますが、退場です。2枚目のイエローカードが出ます。危険なプレーでしたからね。内容的には一発レッドでもおかしくないようなファウルでした。ルーカス・バスケス、さあ誰を狙ってくるのでしょうか。コーナーからエリア内へ、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここはカルバハル、縦をつくでしょうか。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。クロース、マルセロ、クロース、マルセロ、ボールがフリーになりました。ホイッスルが鳴って試合終了。レアルマドリーの勝利でゲームが終了です。試合は終了していますが、ちょっと一方的な内容でしたね。ねえ、勝負はもうずっと前に終わっていました。勝負が見えても手を抜かずにプレーを続けた結果がこのスコアなんでしょう。福西さん、今日のベンゼマはいかがでしたか。ここでまた2ゴールです。今シーズンの得点力はずば抜けていますね。見事な活躍でチームを勝利しました。